本日のチンリミットはめちゃくちゃ傷つけて返すか。まずすぎる。おいてめえどうなってんだ。どうした？説明しろ。駐車場パッて見たらお前ボロボロデザラクトがあるじゃねえかお前。バチ切れしてる。だから言ったじゃないですか。逆にレオに望むものとかありますか？バツゲーと言ってください。ああそうかもしれませんね。角がまだあれか。こちらがテザラクトです。素晴らしい。この町にほとんどない時に持ってずっと乗ってる私の愛車ですので、うん、子さんアピ、ええ、子さんです。加速が速いのでお気をつけを。あーグンってくるな。グンってきましたね。今来たね。はい、遅くちょい行ってからうんって感じ。うん、めちゃくちゃ傷つけて返すか。銭だし。友達だから大丈夫。俺の旧友だからあいつは。ああ、うん、大丈夫大丈夫。まあ、まずすぎる。本当にやばい。優しいのにね、貸してくれて。どうしよう。大丈夫ですかこれ本当に。構想ならないですかこれ。構想なるかな。はいはいはい。大丈夫というか。なるほどね。うん。あれ？こんにちは。あれ？こんにちは。めっちゃマチョかと思った。あ、そうなの。ジェイミーですよ。すいません。ジェイミーさんだ。めちゃくちゃ来た。何？うわわわわ。わわわわ。すごい。うわ何？あ、俳優の方たちだ。そうだよ。これ練習やってんなこれ完全に。29日にやりますのでもしお時間あったら行く。行く行く行く。ぜひ。こんにちは。こんにちは。すごい行きます絶対。お待ちしてます。はい、楽しみにしてます。はい、お客さんです、はい、お邪魔しました、すいません。なんかさ、スターみたいじゃなかった今、シオンさんの対応が。そうっすね。お客さんですか、嬉しい、待ってます。スターじゃん、もう慣れてる。なんか、そういうスター性みたいなのあった方がいいんすかね。いや、別にいいよ。やっぱどこまで行っても一般人なんだ。いやそんな自分なんでそんな急にネガティブになんの。え、なんか感じましたもんオーラを今。はい、何これ。もしもし。おいてめえどうなってんだ。おいおいてめえどうなってんだ。どうした。説明しろ。どうした。ボロボロじゃねえか車が。お前この野郎。おい、お前どこのボス起きてんのか。お前ボス案件だぞこれは。お前さ、おいどうなってんだ。いやボロボロにすんだなんて言ってないやん。試してね。お前はバカなのか。頭までレベルが下がったのか。おちんぴらよ。お前す、おいお前すぐボス沙汰にすんなって。おいおいお前すぐそうやって問題起こすと、お前バンさん疲れるぞ。いいのか。今回に関しては大丈夫だ。こちらに非がない。非がないとかじゃないでしょ。おいね、非がない。そういうとこおとなしくしないと。お前なあ、なんか連絡ないなと思って駐車場パッて見たらお前ボロボロデザラクトがあるじゃねえか。お前おいどうなってんだ。お前分かった分かった分かった。金は払うわ。おいお前、お前んとこのあれか。そう、俺じゃないんだあれ。ギャングは実は何、そういう教育もできてないってことか。そうなんだ、ごめん。教育できなかった。ムツキがやったんだあれ。おいムツキ。ムツキ。俺はだいぶ丁寧に扱ったんだけど、レオはもう耐久性とか気になるって言って、ああガンガンぶつけたから。おいボス案件だ。ボス案件これ。ボス。ボス案件です。お前これでボス出すなよマジで。お前逆にリスペクトないぞ、うん、それボスに対して。いやボス案件、ボス案件です。ボロボロに車ボロボロにして。車ボロボロにされたっつってバンさん引っ張ってくんの。お前やめてくれよ。ボロボロですと。しかもお前テザラクトがボロボロですと。
もうバンさんだったら怒りそうではあるか、部下の車にそんなことされて。いや怒るよこれは、品がない行動大嫌いだからね。まあ、お金は払うというか、まあ、もしあれなら俺が修理しに行こうか、時間がないなら。うん、え、時間がない、ね、時間がないなら俺が修理しに行こうか代わりに。おお、頼む。だるマジで大丈夫だよって言うとこだろ今の、絶対だるすぎだろお前。嘘嘘、いや全然大丈夫、全然大丈夫。ごめんね、ちょっとそれはわざとやった正直。ああそうだろうな、お前のことだからどうせどうせわざとやってんだろうなと思ってたよ。だから電話したんだよこっちも。別に電話せんでええかなって一瞬思ったけど、もうこれはちょっとやっぱ電話しとかなあかんかなと思って。ありがとうありがとう、全然助かったな。そうだよ本当に、本当にありがとう、うん、頼む。もう高速の左だからねこれ。分かった、左なんだこれ。ああそう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 、本当にちょっと気持ちは送っとくね。じゃあ、うん、あのムツキレオにめちゃくちゃ怒ってたって言ってて。分かった。でちょっとドッキリしよう。オッケー、ドッキリしよう。ドッキリしよう。オッケー、あ、めっちゃ怒ってんだよマジでみたいな。オッケー、やばいんだけどみたいな。あ、言ってちょっと、うん、じゃあまた、ね、一発ゲーしてもらおう。ちょっとオッケー、オッケー、よろしく。オッケー、じゃあまたその時があったらよろしく。あ、じゃあな。はい、レオやばい、のテザラクトのさやつさ、はいはい、バッチ切れしてる。だから言ったじゃないですか。ボス案件だみたいなこと言っててさ、いや俺じゃなくて、はい、レオがやったんだよとは言ったけど。やってる本当に。だから今度レオと喋りたいって言ってた。もうややこしいことになった。俺は丁寧に扱ったんだけど、レオがその耐久値とか気にしてやっちゃったからっていう風に説明したから。やばすぎる。なんて言えばいいんだろう。本当にごめん、なんか嘘ついちゃった。いや、だからもう言っていいよ正直に。それはチンピラさんの嘘ですっていう風に言ってくれればいいよ。それは。わかりました。うん、で今からは、もしもし、何、あ、今から行く、今からやんない、あ、今からやる、いいよ、うん、あのさ、墓場集合にしようぜ。あ、オッケー、ちょっとね、2時に閉めるから。あ、オッケー、わかった。あ、そっから行くわ。じゃあ、6分後ぐらいに。あ、え、どうしたね、どうした、俺めちゃめちゃ怒っとったらいい。まあ、その、すごい怖くなさすぎる程度にはしてほしいけど。あー、レオは結構、結構優しい子だから。そう、そうだね、そうだね。そうそうそう、あ、そうだね、任せて。レオ君に関しては、うん、何言ってるか分からんけど、魂がファンだから俺。分かった。そう、あのここに来る前から知ってるから。そうなんだ。そうここに来る前から知ってるから俺。じゃあ2時にじゃあ、うん、OK 集合ね。 OKOKOK、うんうん、2時ね。あ、2時ちょっと2時ちょっと2時に閉めるから、うんうん、よろしく頼む、うん、はい、はいはい、レオ、はい、2時ちょっと過ぎに墓地、墓地了解です。うん、おお、来たか。こんにちは。どうなってんだ。状況としてなんですけど、あ、まず、すいませんでした。で、状況を説明させてもらいますと、ああ、お借りして、2人乗ってまして、で、チンピラさんが、これボロボロにして返すかって言って、ああ、で、やばいっすよ。チンピラが言ったのか。まあ、それは、いや、俺が言ったけど、うん、まあでも実際車、あ、このまだ修理してない車、うん、見たら分かると思うんですけど、まあボロボロだよな。ボロボロっすよね。で、はい、俺がまあ悪ふざけでそのボロボロにして返そうみたいに言ったけど、レオは了承した。やばいっすよって言いました。やばいっすよ。了承しないとこの状態では帰ってこない。いや、もちろん、その、なんて言うんだろうな、止め方としては僕はやばいっすよとしか言えてなくて、止めきれてなかったのは事実なんで、本当に申し訳ないなと思って、了承したっていう形で。謝りに来たんですよ。最後に乗ったのはどっちだ。最後に乗ったのは僕です。じゃあ、おめえが悪いじゃねえか。そうです、だから止めきれなかったっていうのはその、つまりはなんか給油だから大丈夫みたいなこと言ってたんですよ、チンピラさんは。で、最初はだから、あ、なんかその2人の昔からの
なんかこうノリみたいなんがあるんだろうなと思って、やばいやばいっすよって言ったけど、これ以上言えないな先輩だからと思って止めたんです。これもうボス案件だぞ。そうですよね、僕もそう思います。しかもなんでかわかるか。このテザラクトはな、はい、このホワイトタイガがめちゃくちゃ大事にしてる車なんだよ。これがお気に入りだったの。見てみろ、お前泣いてるじゃねえか。どうしてくれんだ、ムツ切れよ。最後に乗ってたんだろ。はい。じゃあチンピラは悪くねえな。今までボンボン中の楽しかったのにボロボロに。見てみろ、ほら。なんか逆にレオに望むものとかあります？一発芸だ。なかったら言って。いや俺が教えるから。でも俺はその、まあ、悲しませてしまった相手からの、まあ、ご指名というか、やっぱ僕がやるべきだと思うんで。俺のことを笑わせてほしい。そうです。じゃあ、あの聞いてください。うん。閉じたら前見えへん。ありがとうございました。てってれー、ドッキリでした。何のドッキリ？ドッキリでした。てってれー。ドッキリで皆さん笑ってても俺は滑ってる。めちゃくちゃおもろかった。正直めっちゃ我慢した。いや、そんなんもうできんの？本当にごめん。本当にごめん。電話来てめちゃくちゃボロボロやんけみたいな言われて、そう、あ、はいはい、それもドッキリで怒ってたんだけど、寮にドッキリしようみたいな話になって、いや、もうたまにはちょっとほら昔のよしみでさ、チンピラともこういうのやりたいなと思って。きついっす。正直ね、結構ガチな雰囲気だったもん。あ、結構ガチで言ったんやん。結構、いや言ったでしょみたいな感じだったもん。一つも怒ってないからね、別に。うん、でも俺はちゃんとダメなことして言ってくれるんだっていう信頼ができて俺は良かったよ。あ、逆にね、逆に 仲が深まったな。うん、よかったよ。そういうとこちゃんと言ってくれる部下がいる方が俺は安心できる。それはそうやね。うん、まあ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 、本来は直した方がいいからね、絶対。それは絶対。疲れた。しんどいっすよ、どう考えたって。しんどいでしょ、あれは。ありがとう。はい。面白かったなら良かったですけどね。面白かった、めちゃくちゃ面白かった。切り抜きだわこれ。これ切り抜かんねえで。